皆さんこんにちは、ザッピーです。今回はポール・マッカートニーのソロアルバム、マッカートニーに入ってる曲でジャンクです。前にもね、ジャンクって一回やったことあるんですね、トピックで。その時とはまたちょっと違った角度なんですが、まあ、めちゃくちゃ好きな曲なので、まあ掘り下げていったらまだね、ちょっといろんなパターンの自分のね好きなところっていうのが出てきてしまうんですけれども、僕はこの曲をこうギターでね、その昔まだギター駆け出しの頃ですね、あんまりギターは僕は得意じゃない方なんですけど、楽器で言うとそれでもギターを覚えようとして頑張ってたところがあったんですね。でその頃によちよちながらこの曲なんとかしてやってみようと思って、取り出してやってたんですけれども、あまりのコード、要するに和音の響きの美しさにですね、愕然とした曲ですね。こちらをご覧ください。はい、これは、このジャンクのコード進行なんですね。いろんなコード進行の表記があるようですけれども、まあ僕もいろんなところでジャンクのコードっていうのはこうね、書かれているものを調べたりしてきたと思ってるんですけれども、まあ大体こんな感じでもいいんじゃないかなと思いますね。というのはジャンクの場合というのはコードで弾くというよりもギターのまあ弦をですね、こう必要なものだけ演奏するって変な言い方ですけれども、コード全体を弾いてるわけじゃないんですね。まあ例えばこれがその出だしのコードの流れなんですけれども、ポールの方はご存知の通りこういう風なコードをつまびいて弾いているので、まあ実際にコードというよりもですね、弾き方をマスターしていくと、こういうコードに落ち着いてきます。なのでちょっと複雑なコードの書き方ですけれども、むしろ弾き方をマスターするような曲なんだろうなというふうに思いますね。でそのコードなんですけれども、この F シャープマイナーから流れていってですね、僕としてはそのまだまだガキンチョのよちよちの時にですね、最初に感動したのはこの D メジャー7のところですね。まだまだギターをね、こう自分では駆け出しだったので、要するにコードの役割っていうのを自分なりにはたくさん知ってるわけじゃなかったんですね。でメジャー7っていうのはどっちかっていうと気持ちがこうわーっと明るくなるような、盛り上がるっていうのかな、ふわーっと上がるような時によく使われるというふうに、まあ記憶していたわけなんですね。というのは他の曲で演奏してても大抵はこう綺麗にメジャー7の音っていうのはこう明るく感じるんですよね。C メジャーだとこうですけれども、ここで F メジャーに行くともコードだけでも十分明るいんですよね。なので、まあ、メジャー7っていうのは僕は常々明るくしたい時に使うコードだろうっていうふうに思ってたんですよね。まあメジャーっていうくらいですからね、マイナーじゃないんで。ところがですね、このスリーピングバックスフォー2のところでこの D メジャー7に来るんですけれども、このメジャー7の使い方は、まあ僕としては本当にガキンチョながらに驚いたんですね。というのはふわっと盛り上がるんじゃなくて、ふわっとちょっと下がる感じなんですよね。マイナーな、ね、気持ちになるような時に使われてるんですよ。あ、こういう風なね使い方もあるんだなっていう風に、またポール・マッカートニー氏にですね僕は教わった気がしましたね。なのでそれ以来 D メジャー7だけに限らず、そのメジャー7コードというのを見るとですね、使い方っていうのは自分の中でこう広がっていったわけですね。明るくするだけじゃないと、ちょっとメランコリックにする時のメジャー7もあるんだとかね、ふわっと上がるだけじゃないと、少しずつふわっとこう気持ちがね、どんよりする時にも使っていいんだとか、まあとてもとても勉強になることだったですね。まあ最初弾いてみると、最後のメジャー7がとても明るくなりそうなところがさらっとメランコリー感が出るんですよね。
まあ驚きまして、まあこれはね、あのコードをどう感じるかっていうのは人それぞれの感覚なので、まあ、僕はこういうふうに感じてるっていうだけの話なんですけどね。まあ何せ本当にね、まだよちよち歩きのような楽器演奏者だった時代ですから何も知らないんですよ。でもこうやってポールの曲からは教わりました。それからまあ実際にこの曲をですね、こう弾こうとした時というのは、まあこの曲のコード表、そういったものは世の中には全くないんですね。売ってないんですよ。まあビートルズの曲のコード表なんかは少し売ってたりするんですけれども、でもそれでもね、随分間違いだらけだったんですよね。なのでジャンクに関しては全くコードを紹介している本がなかったので、自分で頑張って探すしかないんですよね。で自分で頑張って演奏方法をコピーしていくしかないんですけれども、なので当時は間違いだらけだったです、僕もね。で随分こう頑張って演奏しているとだんだん近づいていくっていう感じだったんですよね。で最終的にここに到達した時に僕はもう鳥肌が立った感覚があったですね。このバイバイっていうところですね。バイバイセッタサイネンダショッピンデアのここのコードですね。D サス4から D マイナーに行って A に来るコード。この時に、あ、ポールはもう普通に作曲するだけではもう追いつかないと。この人は先天的に僕らと違う作曲の回路を持ってるっていうふうに思ったんですよね。まあまずはですね、このバイバイの音なんですけれども、この音って D の音なんですよね。なので D のサス4でもすごい感じいいんですよね。じゃあこのマイナーはなんで入ってくるかっていうことなんですよね。普通その時僕は知ってたのは、サス4から流れる次の展開っていうのはあり得るとすれば、D サス4から D の基本コードに戻るか、D サス4から D7 に流れるかっていうものしか知らなかったんですよ。マイナーになるっていうのはもう予想外なんですね。というのはサス4の音ってどっちかっていうと明るめの音なので、もう明るめから突然真っ暗に落としていいのかっていう、そういうふうな、まあ、先入観もあるし、実際に見たことがなかったんですね。サス4の次にマイナーがやってくるっていうパターンは。で実際にでもこれをレコードの中では弾いてるわけなんですよ。でもっと言うと、この D マイナーが入る方が歌としてはですね、歌いにくいんですよ。全然違う音っていうか違う雰囲気になってしまうので、サス4から A に流れていった方がですね、歌は歌いやすかったですよ、確かね。まあですが D マイナーが入ることで極めてこの曲がアレンジされてるんですね。どんな風にかっていうと、バイバイってこう来るときにマイナーがないと明るい感じのまんまこう落ちてくる感じなんですね。マイナーが入ると上がりきらずに落ちてくるというか、上がりそうで落ちる、こういう風な、感覚を得るんですよ。で本当にこれ感動的なんですよね。一応やりますと、D マイナーを2つ目にちょっとだけ入れてあげると、このように少し気持ちが下向いてくるわけですね。はい、今のがですね、このコードの流れに沿って弾いてみたんですけれども、歌の方では、まあ、D サス4の音があれば十分なんですけれども、D マイナーの音っていうのは、まあ、正直なところ歌では歌ってないんですよね。歌の旋律の方向性と違うんですよね、マイナーの音っていうのは。まあ、ですがここでマイナーの音が一回ギターの方から流れてくることで、イメージを曲の中に全然違う形で与えているわけなんですね。おそらくポール・マッカートニーはこの D マイナーを使うか使わないかっていうのは判断は間違いなくしていると思います。というのは、これを入れなくても済んでしまうわけなんですよね。ですがおそらくここはこの音を使った方がかっこいいやないけという、そういう直感を使ってコードをポコンと入れたんじゃないかなと思いますね。
参考までに全然比較になりませんけれども、僕は絶対できません。というのはその音が必要だと僕は思わないでしょうね、きっとね。だって D サス4だけで十分綺麗になってしまうので、わざわざマイナーを入れてあげようというふうに僕みたいな凡人は思わないと思いますよ。最初から思わないということは使わないということですよね。もうこっからして全く違うわけですよね。才能があるかないかのもう大いなる分かれ道ですよね。ポール・マッカートニーの場合はそういったふうに自分の歌をね、伴奏するだけのコードじゃなくて、自分の歌にもっと色合いをつけて、それでコーラスまでもギターでやらせてしまうようなね、そういう演奏をしてるわけなんですよね。僕にはできないので、分かんないことなんですよ。でも理解することはできるかもしれないですけどね。前も言ったかもしれないですけどね、映画のモーツァルトの映画で、アマデウスっていう映画があったんですよね。でその中で、サリエリっていう主人公が、モーツァルトに憧れるわけですよね。でモーツァルトのやってることはものすごい理解できて感動して涙も流すんですけれども、でも自分はその曲が作れないということで、とんでもなくコンプレックスとジレンマに陥って、結果的にモーツァルトを殺してしまうわけなんですね。憧れのあまりに、僕はそんな音しませんけど、ありえませんけどね。でもそういう気持ちすら分かるような才能の差ですよね。比べるもないですよ、もちろんね。こっちはただの一回の平民ですからね。ですが、こういう才能があったら音楽というのはいろんな色合いをつけて楽しくできるんだなっていうふうに教えてくれたのもポール・マッカートニーですね。感動的です。はい。僕はね、何度も言いますけど、当時はガキンチョですから余計に感受性豊かだったわけですね。こんなことでも、簡単なことかもしれませんけれども、僕は感動していたというふうに思いますね。参考までに、シンガロングジャンクっていう方ありますね。インストゥルメンタルの方ですけれども、あちらの方では、この D サス4と D マイナーの音を使って、エレキギターがリードギターを作ってます。やっています。なので、向こうの方で聞いて確認すると、歌の方と歌のメロディーと全く違うっていうのがよくわかると思いますね。どちらもそれぞれに、おかしくないです。ちゃんと成り立っている、演奏であり歌なんですけれども、その2つが合わさって出来上がってる曲なんですね。本当に天才としか僕は言いようがないですね。ポール・マッカートニーはいつもいつもやんなっちゃいますけど、でもこの人がいたおかげでちょっとね、いい人生だったんじゃないかなと思うことも多々にしてあります。はい、今日は僕の大昔の子供の頃にね、感動した話でございました。失礼します。